M197 機関砲は、もともとアメリカ陸軍のガンシップに搭載して運用するために開発された電動式3砲身ガトリング砲である。生産者はジェネラルダイナミクスである。M197 の開発はベトナム戦争中の1967年に始まった。この頃、武装ヘリコプターの運用が本格的に開始され、自動火器で武装したガンシップでは、7.62mm の M134 ミニガンだけでは火力不足であることが指摘されていた。M197 は M61 バルカンの砲身を6から3に減少させることによる軽量化版として開発された。射撃レートは M61 の4分の1以下となるが、これは反動を大幅に低下させ、ヘリコプターや軽航空機に搭載するのには、かえって適した特徴となった。弾丸は M61 と共通の M50 及び PGU シリーズを用いる。M197 が実戦配備されたのは AH-1 コブラ攻撃ヘリコプターの配備後であり、登場後すぐに機種下面のユニバーサルターレットに搭載された。また、海兵隊の OV-10 ブロンココイン機の胴体下面砲塔にも搭載されている。GPU-2 A ガンポットのベースにもなり、これは当該機関砲と電池、駆動モーター、そして300発のリンクレス弾薬を搭載している。AH-1 の場合、700発のベルトリンク弾薬が弾倉から供給され、球弾システム内の弾薬と合わせて750発の弾丸を携行する。射撃レートは1分間に650発。射撃訓練では通常30から50発のバースト射撃を行う。M197 は AH-1W スーパーコブラ後期型においても使用され続けている。しかし、この機関砲の動作機構は論理的には非常に頼もしいが、当初は海兵隊のパイロットにより高い頻度での排射や不良が発生することが報告されていた。海兵隊及びメーカーはこの問題に気づき、AH-1Z バイパーではこの問題への対処を行い、AH-1W では問題をいくらか改善させた。その間、乗員にはジャムのリスクを最小化する訓練が行われた。アメリカ合衆国イタリアイラントルコ、イタリア。ありがとうございます。